今ちょっと天皇賞見たんだけど、北サンブラックだね。4コーナーからね、4コーナーまで、2位でね、抑えといて、で飛び出した山の中なんだかって、疲れちゃってね。サトノバイヤモンドは後ろから上がってたんだけど、追いつかなかったね。アドマルディアスも来たし、鮭、一番の鮭は知らなかったの。新聞見なかったから、名前でゴルダクター、ワンダオンリー、アドマルディアス、サトノダイヤモンド。で、1位が北サンブラック。まあ、北サンブラックってありましたけど、馬券もやっぱ4コーナーですからね。最終コーナーからですからね。で、競艇は1周目で決まるっていう。1回だけね、2周目とか3周目でね、抜いたってなったけどね。それ以外はほとんど1周目ですからね。競艇は1周目で決まりますから。最終レースは手堅いから、本命が来るから、120通り株だったら、やっぱ、真ん中で5レースあたり、真ん中あたり、番狂わせで出るからね、7レースかもしれませんけど、そのあたりがいいんじゃないかと思います。まあちょっと、県観察日記。